賀夫を監督いたしました大河原めぐみです。老いていく母と変化していく自分の好きな男の子との間でものすごく悲しむ女の子から始まる物語です。目には見えないものにぶつかっていく女子の話でもあり、それぞれの登場人物も進化していくお話でもあります。卒業制作ということもあって、母に残る作品にしたくて始まった作品なのですが、脚本を書いていた時に執着していた目には見えないものと逆に見えているものについてのテーマを書きたくて作ってきました。毎回題名から脚本を書いていくのですが、今回は母がるという題名にして、そこまでにたどり着くのに、その題名まで脚本がたどり着くのにとても時間がかかった覚えがあります。あとは、毎回なんかこうファンタジー的な飛躍の仕方をしがちなのですが、私の作品は今回は割と生活に近い飛躍を描きたくて作って書いてきました。作品の見どころは、悲しい出来事にのそばにあるちょっとしたおかしみを描きたくて、そちらとあと役者の方、素敵な好きな方々をにお願いしたので、そちらとあと撮影を好きな川添彩さんにお頼みしたので、そちらをこちらをぜひ。私はこの東京学生映画祭に3年間連続で参加させていただいているのですが、毎回いろんな作品や人や言葉に遭遇させていただいているので、ぜひいろんな人や言葉や作品に遭遇しに来てください。お待ちしております。